電気マナーズがそれで、マナーズってなんだろう。前の名前言うじゃん。こうする？ん？うわー、落ちたー。どこだこれ。誰が立て、体積も、タイトル？すごい、BGM が、やばい。イヤホンしてるんですけど。ヘッドホン？ヘッドホンしてるんですけど。左右にこう。やべえ、かすった。危ない。はい、皆さん、こんにちは。カズナです。前回の、サルゲッチュ2ですね。2じゃない。サルゲッチュの2パートのサモメちょっとよくわからない3本撮り目ですね。今本日4本撮りを目指しております。約2時間撮っていこうと思ってます。はい、最初からね撮ってます。で、前回の続きなんですけど、前回ちょっと中途半端なねところで終わってしまったので、今回ちょっとここからやっていきたいと思います。ちょうど前回死んだとこからですね。はい、お願いします。じゃあ戻っていきます。やっべ、カズナです。お願いします。あ、隠さんだ。これどこに、どっから来たの。ここでパチンだ。やばい、もう早速死ぬ可能性が。どっかボタンあるのかな。お下げですね。じゃあ戻ります。前回どっから死んだんですかね。カメラの動きが遅いと思ったら L2 ボタン。程度で、とりあえず倒しちゃう。ってだけで特に何もないのかな。いった、やばい、また死んじゃう。やばいやばい危ない。ちょっと自分すごいビビっちゃいました。ビスケッツ、ビスケッツ違ったし、ビスケットでいいのに。え、なにこれ。ああ、弾か。びっくりした。積んだかと。もうスッスッ、あれでもここも行き止まりだな。どうやったらいけるんだろう。ん？積んだ？積んだっていうのはサルゲッチュになるもんなのか。あれ、じゃあ別の方向とかあるんですかね。ほい、あー、そこに上のスイッチみたいなあるじゃないですか。どうやって行くんだろう、あれ。あそこのスイッチを押すのかな、多分。ってことはまたこっちか。ほい、ほい、ほい。 OK、 かけるくんかっこいいっすね、やっぱ。あ、違う、メカボ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 。ビスケッツ、やった、ビスケッツ。あっちっぽいっすね、全然。オッケー、危ない。今一瞬落ちたかと思っちゃった。どっか打つのか。
これ捕まえるだけ？じゃあやっぱそっか。ほい。こいつどうやったら倒せるんですかね。シュン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 、死んじゃったよ。そんな、死んじゃった、早速死んじゃった。どうやったら倒せるんですかね、こいつ。パチンコ。あ、痛い。はっはっは、みたいやってるときに、パチンが。いや、わかんないけど、こっちだからいいや。とりあえず、こっち行って、ビスケッツ。ビスケッツをくれ。よし。で、どうやったらいいんだろう。どっかにスイッチがあるわけでもない。あ、これはこっちからスイッチがある。どこにそうやったらいけるか。あ、氷もあるじゃん。あ、ここか。みっけみっけ。イエーイ、捕まえろ。捕まえなすって。捕まえなすって。全然捕まえられない。めちゃくちゃやな。よし、OK。あと一匹。場所ないじゃんってびっくりしちゃった。危ない危ない。やるじゃない。あ、ひろきくん待ってたぞ。かける、俺とお前と一対一の勝負だ。ひろきアタックハートは、これについてこい。負けないぞ。そんな感じかな。なにこれ、いくぞ。ステイ。おう、早くなった。そっか。あ、早い早い。ひろきくん早いよ。早くない？やばい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 、めっちゃ速いんだけどヒロキ君。全然勝てない。ここだな。遅かったな。もっかいだわ。あ、R1 のことを忘れてたからな。いつでも相手してやる。何度でもかかってきな。いや、もうあと1回ぐらいで倒せますよ。多分。いや、1回負けちゃった。できれば一発クリアが目標だったんですけどね。いけなかった。ヒロキパート。あれでも新しいステージいけてるよ。あれでもこっクリアしちゃうよな。よし、じゃあ行こう。オッケーオッケー、レッツゴー。レッツゴー。
あ、同じこと言ってる頑張るぞじゃなかった。はい、ヒロキの前ここだね。私の鬼門ですよ多分。早くない？頭すり抜けた。負けた、負けてやんの。何度でもかかってこいとか言いやがって。え、めっちゃもらえるんだけど。なかなかやるな。また今度勝負だ。またっていつ？いつ？ねえいつ？ね今度っていつ？そういうの言っちゃう子なんですよ。超うるさいタイプね。今度っていつ？いつなの？みたいな。原始人、原始人。タケル、新しいガチャメカが完成したわよ。めっちゃガチャメカあります。あ、来た、ダッシュフープ。ほら、ダッシュフープじゃ。転送するからトレーニングスペースで試してみてくれ。トレーニングをクリアせると次のステージには進めんぞ。それでは頑張ってくれ。結構昔はなんかチャレンジ精神みたいので小学生の時とかは首とかでもやってて、で自分もいいなーって思ってやってたりしてましたね。ダッシュフープは右スティックをぐるぐる回すとダッシュバリアになる。ガチャメチャ、ダッシュバリアになってる間は足が速くなれる。そのまま敵に体当たりもできるんじゃよ。右スティックを何度も回すのがコツ。今のうちに練習するのよ、これ。飛んじゃった。あれなんですね、今回は敵にこう貫通するタイプなんですそりゃそうか。扉が降りると扉は閉まる。扉が降りると扉は閉まるなどそれボタンを押すと扉が開いて離すと閉じるってことですね。はい、閉まる前に行け。かけるなら分かってるよね。素晴らしい回しっぷりって内緒だけど、セレクトボタンでもメカセレクトを呼び出せると慣れるとこっちの方が楽ちんね。セレクト、セレクト。